はい、皆さんこんにちは。谷繁ベースボールチャンネル、久々のこれ一人喋りですよ。今年になってですね、一人喋り一回も多分ないんだよね。まああったのは新年の挨拶あれどっかで唯一1万再生いってないんですよねっていう話をしたら、みんな見てくれてギリ1万でいきましたまあそういうところから、今日は久々に俺の選手、プロ野球が開幕して9試合終わったところですけども、セ・リーグでいうと今ジャイアンツが状態良くて1位で、最下位がなんと開幕9連敗の阪神で、まあ、あとはまあちょっと5割そこそこで、広島が開幕6連勝から、まあ、ドローンでちょっと3連敗したんですけども、まあ、そういうセ・リーグはそういう状況、パ・リーグはソフトバンクが、まあ、2試合ちょっと楽天のね、選手がちょっとこうコロナになったっていうことで中止になったんですけども、まあ、7勝0敗ソフトバンクはまあ今首位で、ビッグボス率いる、日本ハムファイターズがまあ苦戦をしている、まあ、1つしかまだ勝ててないっていう状況ですけども、その中で、まあ、やっぱり阪神ですよね。開幕9連敗というセ・リーグのワースト記録更新ですけども、まあ、開幕戦のやっぱり8対1からの逆転負け、これがかなりやっぱりチーム的にも響いててですね、で、まあ、不安要素があったところで不安が的中したっていう、まあ、そういう形が出たんで、盛り返す力っていうのはなんか今ないような感じがするんですよね、見ててね。先週先々週とね、順位予想した中で阪神の今年の予想っていうところで、まあ、言ったとは思うんですけども、まあ、スアレスの穴っていうところと、まあ、やっぱり絶対的なエースがいないっていう、まあ、ここはちょっとあとは中継ぎがちょっと薄いっていう、まあ、ここが、まあ、僕は今年阪神がすごく不安なところだったんですけども、それがまあちょっと今当たってる状況なんでね、じゃあこれを打開するには何があるのかって、正直ね見当たらないと思うんですよね、今のところね。だからまあ現時点ではかなり苦しい戦いになると思いますね。ずっとこのまま負け続けるっていうこともないですし、まあそのうち勝てるって、まあ、我々第三者的に見るとね、この勝手なことは言えるんですけど、いざ中に入ってその9連敗、開幕から9連敗してるそのチームの選手、監督もスタッフもそうですし、なかなかねその元気を出すとか軽くやっていくとかできないでしょうね。まあでもやっぱりプロですから、プロ野球ですから、まあ、毎日試合あるんでね、なんとか何が一番いい方法なのかっていうものを探しながら、まあ、やるしかないですね、これは。そういうところで、まあ、ジャイアンツが8勝1敗ですね。2カード連続3立て。いいですね。まあ、一応優勝予想なんで。まあでも、やっぱりね、新加入っていうかね、今年出てきた選手、っていうのもやっぱりすごく良くて、今までいた選手もね、やっぱり坂本だったり岡本だったり、今年はまあ丸が開幕からすごく状態がいいんでね、まあ、丸がねその開幕から状態いいっていうのはあんまりないんですよね。どちらかというと、スロースターターな選手なんですけども、今年はやっぱり開幕からいい状態で今9試合終わってますけども、まあ、その中でまずピッチャー陣から挙げると、2戦目に先発した2年目の山崎ですね。2回目の登板はちょっと打ち込まれましたけども、これもやっぱり戦力になっていくでしょうし、で3戦目に投げた赤星ですね。これやっと先週日曜日2試合目で初勝利、これももう7回まで投げてゲームをしっかり作っていきましたし、いいピッチャーですね。で、その前に投げた堀田選手であったり、忘れちゃいけないストッパーの新人でね、もう6セーブぐらい上げてるのかな、大勢。ここ直近の2試合はね、阪神には大山にホームラン打たれたり、ちょっと点数は取られてるんですけども、やっぱり最後の最後にしっかり自分のボールを投げ込めてるんでね、もともとちょっとこうシュート回転する
ボールなんですけども、まあ、うまく修正しながら、投げれてるんで、ピッチャーは本当なんか若い本当に能力のある選手がここに来て出てきたなっていう感じがしますね。まあ、壁って絶対あると思うんですよね。あるんだけども、まあ、それをなんとか乗り越えてね、頑張っていってもらいたいと思います。まあ、皆さんもちょっとこう見ていただいていると思うんですけども、スパークっていうねフジテレビの夜のスポーツ番組ですけども、まあ、それに出させていただいてるんですけど、今回ね、アナウンサーの宮地アナウンサーと、鈴木アナウンサーとこの女子アナの2人がなんか卒業ということで、4年間一緒にやってきて、まあ、いろんな思い出があった中ね、先週日曜日最後のスパークという番組を一緒にやったんですけども、まあ、思い出がね、広島に行った時に、まあ、これねまだ始まったばっかりの時だと思うんですね、スパークが。その時に一緒にその日本シリーズの取材に行った時に、終わったらみんなで食事に行こうっていう広島で話をしてて、でその食事の場所 の、 その、まあ、ネット記事みたいなのを見せて、ここなんだよっていう でそれが、広島名物のウニ方言だったり、でそこを、まあ、何人かで行くっていう予約をしてて、それがですねまた延長になったんですよ、試合が日本シリーズのね。でもう我々はもう早く終わって飯行こうっていうもうそのモードなんですよ。で何時に終わったらいける、何時に終わったらいける、ここはギリギリだって、結局行けなかったんです。でみんなでこうがっかりしながら広島の局に行って、その夜の生放送をやったんですよ。で終わったのがね多分ね1時過ぎなんです、あの時ね。でまあそういう思い出とかね、ちょっと話をしたりですね、この間最後の日に、その宮地アナも鈴木アナも、まあ、あんまりまだ野球を詳しくない時期で、まあ、最後はねもうすごい詳しくなっていろいろ勉強して、何でもこう分かるようにはなってたんですけども、最初の頃っていろいろ質問をされてね、本当にいろいろ勉強しよう覚えようとしてるなっていうのも感じましたし、まあ、僕も本当にこう楽しくね仕事をさせてもらえたんでね、今回卒業ということで、まあ、アナウンサーの中ではスポーツから今度報道の方に行くっていうのはやっぱり一つランクが上がるっていうことですから、まあ、すごくいいことなんでね、まあ、さらにあの2人には頑張ってほしいなと思いながら最後の番組を終えたのが先週ですね。そこからの広島つながりで、あのお好み焼きあるでしょ。現役の時って、まあ、ユニフォーム着てる時って、まあ、月に1回ないし月に2回程度は広島に行ける試合をしにですね、セ・リーグですから、まあ、その行ったら必ず僕はあのお好み焼きを食べに行くのがなんか自分 の、 そのルーティンというかね、そういうものがあったんで、あえて食べに行くっていうその、まあ、関東でねことはしなかったんですけど、最近やっぱりそういう広島に行くっていうことがほとんどないんでね、回数が少ないですし、関東の方で、まあ、僕の住んでる近くでそのお好み焼き屋を探していくんですけども、そこでですよ、広島風とかって書いてあるんですお好み焼きで。で、まあ、関西のお好み焼きは大阪風っていう、まあ、みんな言い方をするんですね。僕からしたらお好み焼きイコールもうあれしかないんですよ、広島のお好み焼きしか。だから風じゃないんですよね。これ皆さんどういう意見を、ね、持たれているのかっていうのをすごく知りたいんで、そのあたりちょっともしご意見あればちょっと書き込んでいただければと思うんですね。でその書き込みからの、先週先々週と中川恵美里さんっていうね、今回初めてアシスタントを使ってセパの順位予想した時に、一番初っ端のその動画を配信した時にですね、まあコメントが入る、それも順位予想に対してのコメントは1割あとほぼ中川さんに対しての、コメントでね、本当みんな見てくれてるし、中川さんと一緒に今回できてよかったなっていう、なんかコメントを見るとね、本当にいいコメントを
していただいてるんで、まあ、またチャンスがあればですね、チャンスがあればってこうやって言うとね、常に中川さんと一緒にやった方がいいんじゃないかっていうね、そういうコメントもかなりあったんで、まあその辺はまた事務所と相談しながらまあ相手もあることなんでね、どっかのタイミングでまた一緒にできて、皆さんの前にね、こう一緒にやってる姿をまた動画で配信したいとは思うんで、っていう、まあ、まあそんなところですね。僕の先週はこの後もね、またいろいろな方と対談が入ってくるんで、動画配信できるようになったらまたさせてもらうんでね。あとはあれだ、こうやって一人喋りの時に俺言ってないんだよね、登録者数が10万人とか、本当にありがとうございました。はい、これね、またさらにちょっとずつ、本当ね、ちょっとずつ僕の野球人生と一緒でですね、ペンにボーンっていうのはダメなんですよ。徐々に増えていっていくようにね、僕もやっていきたいと思いますので、まあ、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。